ショータイム大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男、徳馬書店の著者であるジェフ・フレッチャー氏、オレンジカウンティレジスター誌の記者として、MLB の取材を長年続ける同志に、大谷翔平選手、エンゼルスの魅力と凄さを語ってもらった。最初は半信半疑だった2018年シーズンからメジャーでプレーする大谷翔平選手ですが、彼の第一印象は。 2018年のスプリングトレーニングの印象は正直よくありませんでした力不足なのかな準備不足なのかなという感じがして本当にメジャーでやっていけるのか半信半疑なところがありましたでもシーズンが始まってすぐに圧倒的な活躍をしてくれたのでこれで大丈夫だこの男は絶対にいけると確信することができました MLB を長きにわたって取材する中でも 大谷翔平選手のパフォーマンスは衝撃的だったのでしょうかそうですね。だって100年という歳月を通して彼のような選手はいなかったわけですからね。だから私は彼の本を書いたんです。2018年シーズンの活躍を見てこれは絶対に本にしなければいけないと思った。そして実際に書き始めたんですがその後大谷翔平は怪我をしてしまった。 そのために、執筆も止まってしまった。原稿が日の目を見ることなく、時間だけが過ぎた。でも、2021年からの活躍で、また、この本も復活したという流れです。アリーグ MVP にも選ばれた、2021年シーズン。大谷翔平選手にとっては、メジャー4年目になったわけですが、あの年の二刀流での活躍は、どのように見ていたのでしょうか 今までの歴史になかったように、彼は投げることも打つこともした。それを高いレベルでやった。しかも、一シーズンを通して休みのない中でやり遂げた。もう、どれを取ってもすごい。歴史を考えても、とんでもないものを見たという思いでした。投手、大谷翔平と、打者、大谷翔平、それぞれに魅力があると思います。どちらかといえば、私はピッチャーとしての大谷翔平の方が上だと思います。 なぜかというと、ピッチャーとしての彼は、不調とかスランプがほとんどないですから、大谷翔平選手は、ピッチャーとしての可能性を、自身も感じながらやっているように映ります。彼がプロ入りするとき、まずは、ピッチャーとして考えていたと思うんですよね。バッターというのは、北海道、日本ハムファイターズに入ってから加わった要素。だから、ピッチャーが軸となるのは、昔も今も変わっていないと思います。 ピッチャーとして投げられずに、バッターとして活躍した時期もありましたが、2021年以降、投打で確かな成績を出している、2021年にホームランを量産したことで打者、大谷翔平の評価が一気に上がったという側面はありますが、2022年はピッチャーとしての成績が上がった。 打者としてもシーズンを通して成績を維持したわけですから投打両方をやることに関して今は誰も文句を言う人はいないと思いますサイ・ヤング賞は難しい2022年のピッチングは彼の進化を象徴していたと思います間違いなく2021年よりも2022年のシーズンの方がピッチャーとして優れていましたねツーシームを投げるようになりましたしスライダーの曲がりも良くなった それによって投球回数も増えた彼にとってすべてがピッチャーとしての進化ですよね彼のピッチングスタイルをどう見ていますかストレートは減ったと思います負担を減らすという意味と長いイニングを投げて後半の勝負どころで球速を上げる本当に必要な球速を出すという意味で全体的に速球の数は減っていると思います そういう中で彼のツーシーム、曲がりの大きいスライダーは効果的だと思います。ツーシームを投げたのは2022年シーズンの夏場。彼にとってのツーシームはどんな球種だと思いますかツーシームが加わることで大きなプラスになりますよね。なぜかというと、フォーシームは打者として捉えやすいボール、ツーシームは右打者の内角に食い込む、スライダーは外側への変化ですよね。 つまり、内と外、そしてまっすぐに行く球を組み合わせることによって、効果的なピッチングができる。しかも、あれだけの球速を出しますからね。ピッチングの幅はより広がりますよね。野球の科学を突き詰めていくと、いかにボールを散りばめていくか、そして、いかに球速を変えて、緩急の差を生み出すかが大切になってくるので、ツーシームを投げることで、さらに進化したピッチャーになったと言えると思います。 大谷翔平は脱三振が多いつまり彼の球に各打者は反応できていない今やメジャーリーグでも屈指の好投手ですから彼と対戦したい打者はいないと思います2022年は投手にとって最高の栄誉であるサイ・ヤング賞の候補に上がりました近い将来手にすることはできると思いますか可能性はありますが非常に難しいと思います なぜかというと、彼は6日に1回、つまり中5日で登板している。ほとんどの投手は中4日で投げているわけで、単純に考えて投球回数は多いわけですよね。ですから同じような成績を残した場合、中5日よりも中4日で投げて投球回数が多いピッチャーの方が優先されて評価されるということが言えます。 だから、大谷翔平の場合は、圧倒的な成績を残さなければいけないので、そういう意味で困難が伴うと思います。サイ・ヤング賞での評価基準は、勝利数なのか、防御率なのか。一番重要なのは、防御率です。二番目が投球回数、そして三つ目が脱三振です。勝利数は、現代野球において、ピッチャーだけが責任を負えない部分があまりにも多い。 対戦相手との兼ね合い、味方打線の出来、守備もそうですね。勝利には多くの要素が絡んでいる。そういう中で、ピッチャーを評価するのは難しくなっていますよ。ですから、サイ・ヤング賞において、勝利数というのは、それほど重要なものではないのです。MVP は大谷翔平であるべきだった。取材する側として、二刀流の意義を、どのように感じていますか マイナーリーグでもそうですが、今までよりも多少は二刀流をやらせてみようという空気は出てきたと思います。ピッチャーであっても、打たせる機会が増えている。とはいえ、まだわずかです。簡単に二刀流選手にたどり着くことはできない。たとえたどり着いたとしても、大谷翔平レベルに達するのは難しい。 この先、何十年、もっと言えば、100年スパンでも、大谷翔平のような二刀流選手は出てこないと思います。大谷翔平選手の成績を語る上で、ベーブルースが引き合いに出されることがあります。当大二刀流の元祖とも言える、100年以上前の偉大な選手と比較されることで、大谷翔平選手の凄さがより際立ちます。二人には決定的な違いがあります。 ベーブ・ルースは、東大二刀流を2年しかやっていない。そもそも、本人はピッチャーをやるつもりがなかった。だから、すぐにピッチャーをやめた。そして、自己管理ができていなかった。その点、大谷翔平は、自らが二刀流をやりたいと思っている。しかも、自己管理がしっかりとできている。ですから、二人は全く別で、私は大谷翔平の方が上だと思っています。 2022年シーズンも大いなる活躍をした大谷翔平選手ですがア・リーグ MVP には選出されなかったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手の MVP 受賞をどう思われましたか確かにジャッジの打撃はここ何十年で見たことがない圧倒的なものでしたそして彼が所属するヤンキースが地区優勝するチームだった つまり勝つチームにいたということが選出された要因だったと思います。それでも私自身は大谷翔平が MVP であるべきだったと思います。残念なことですが2021年に同じようなことを大谷翔平はやってしまったから2022年は当たり前のことのように受け止められてしまったものすごいことを当たり前に捉えられているというところが2022年の結果だったと思います。 大谷翔平選手の2023年はどんなシーズンになると思いますか健康体でさえいれば2022年と同じような活躍をすると思います。間違いなく2023年シーズンもいい方向に進んでいくと思います。今後の二刀流がこの先3年なのか5年なのかさらにもっと長い期間続くのかそれは誰にもわからないことです。 だって今までそれをやった選手がいないわけですから比べようとはないですからね体のことは本人にしかわからないただ二刀流を長くやってほしいというのは私の願いです最後にショータイム大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男で一番伝えたかったことをお聞かせください日本の皆さんに彼がアメリカでどれだけ偉大な選手なのかということを伝えたかった それからメジャー史上においても彼がどれだけ特別な地位を築いているのか、それを再確認してほしかった。そんな思いがこの本には込められています。ジェフ・フレッチャー1969年生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルス在住、オレンジカウンティレジスター誌の記者、メジャー取材歴24年で米野球殿堂入りを決める投票資格も持つ。 2013年よりエンゼルスを担当し、大谷翔平の取材に関しては、MLB ルーキーエイヤーから密着取材を続けている。